今日は何すんの？え、魚焼くだけ。魚焼くだけ。うん、何もない。だから取るものなんかないよ。まあこういう日もあってもいいんだよ。昨日もピントだけど。やるぞ。寒いって言ったんじゃないかな。寒いね。なんか変なメニューになってるとか言った、これね。変なのに？変なメニューになってる。あれ、このフライパンで洗ったの？洗ってない。あ、そっか、今日使ったの。朝のものか。ね、そうです。洗濯物干してくれたんだよね。干してないの？包丁なんか切りが悪くなるのが早くない？ほんと？お父さんがさ、研いだやつだから、もうその時ボケとったかな。いや、そんなことないと思うよ。あ、包丁研いだからね。ただね、年取って力ってか、なくなったし。あ、でもそうだね。どうやって手つけられるんですね。ね。すごい人が倒される。やっぱ、歯が薄いから悪くなりやすいんじゃない？ステンレスじゃん。ステンレスだと思う。ステンレスってか、変えたらこれ。ステンレスって使い捨てなのかな？ステンレスは悪くないでしょ。もう、まあ、歯に逃げて。なんか柔らかい気がする。柔らかいよね。しなるんだって。時間かかるもんね。何分後？は？見てない？見てない。ディズニーのさ。見てないよ。見てない見てない。あ、そうそう。今日ね、商工会の人来るんだって。1時に。1時？もうやっぱり急がんと。まあ大丈夫だ。
口がないと思う。7分って書いてある。あ、多分ね、なくなった。そうだよね。スープがない、ないな。和風にしよう。ブイヨンない、ブイヨン。あ、スープでいいよ。いや、これね、さつまいもスープなんだけど、どうしようかな、和風のがいいかな。和風にするね。ちょっと、あの、実験してみよう。和風がいいんじゃないかな。よいしょ。これ水切っていい？これか。あ、うん、水切ってね、塩分も持ってくれる。もう一回、もう一回。塩分、塩分も切ってください。味付けはオリーブオイル？オリーブオイルと塩と胡椒だけ。あった。これはよく出てくるやつですね。これはよく出てくるで。便利だよね、これ。便利。あ、分かった。これフレンチプレスでやったらさ、よくない？いや、やめて、ちょっと待って。全部取れるぞ。あ、まあ、でも普通に誰が洗えばいいんじゃないですか。そうやね。そのフレンチプレス使う必要はないと思うな。あ、ちょっとそれフライパン切ってきてきて。これ触ったかな、これ熱いです。あ、まあ、ね、触ったら大変なことになるね。よし、いいな。もう、もういいかな、これ。もういいんじゃないですか。塩をちょっと入れて。今日はなんか言葉に気を使っとるね。あの、優しく喋る。優しく喋る。いや、あの、これからそうしようかな。え、これからってどういうことか。これからずっと。そう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 。常に？いつも？常に。マジですか？気がついたの、昨日。そう、気がついた、気がついた。オールウェイズ。そうですか。期待してる。よし、オッケー。すごいパワーされてた。マジでしょ。よし。できた。あれ、白こそが閉まったんじゃないかな。ここ、ここは定位置なんですけど、閉まる。ほら、よくなったよ。よく？うん。じゃあ。考えちゃう。考えてんだ、これ。よし、行くか。薄口やん、これ。あ、だってスープに入れるから。あった。あ、箸すいません。こっちもいいよ。波の箸じゃないな。まだ焼けないでしょ。あとだ、2分。長いけど米は今後ろで。お、10分やな。多分、10分。でもこれ、まあ、料理したってうちに入らんじゃん。10分、でもさ、10分、まあそうだけどさ、10分、見てる方が辛いよね。10分、だからそう、よく分かった。だからやめときって言ったの。なんかもっと面白いこと喋らんでさ、飽きるよみんな。いや、誰も受けない。
マジですか。みんな見ずにいいねって押してくるから、いやでもさ、まずはねテストをしないと、やってみないとか、これなんかやりたいの、これで、いやこれで何の本書いて、こっちもなんかちょっとやばいでしょ、これね、なんかちょっと遅い、早い時でも遅い、わからないんだわ、見てみていいんじゃない、いいんじゃない、あとね、この場所が悪い、あ、そうなの、真ん中に止まんないか、なんかね、なんかよくわかんないんだけど、温度測ってるんだよ、まだかな、もういいんじゃない、やっぱ魚は時間かかるね、もういいよね、もういいと思うよ、出したらピンピンピンってなるんじゃないか、あ、いい感じ、いいじゃん、こっち行こう、こっち行ったんだけどね、上手に出して、出来上がり、ポチッ。